この八重洲 TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。今日3月7日、だいぶ暖かくなってきまして、僕もね、ちょっと衣替えじゃないですけど、髪の毛ちょっと切ってきまして、まあ、正解だってね、ちょっと会社で褒められたんですけれども、まあちょっとね、だいぶコロナの方もね、収まってきたかなという感じの中で、まあぽかぽか陽気の中、この番組もスタートさせてもらいます。で、今日ですね、ちょっと婚活とはちょっと趣向が違うんですけど、僕の地元のですね、御前崎の、はい、長く活躍されている御前崎パパイヤ農園の代表で、厚見忠之さん、はい、あつみです。よろしくお願いします。来ていただきました。自己紹介をお願いします。はい、実は 3,4 年前にですね、鳩麦屋としてですね、はい、八重洲 TV 出させていただきました。その時はキョンキョンの番組だったかなと思うんですけどね、その後いろんなイベントの案内で八重洲 TV にお邪魔して、その時はマキさんの番組に、ね、はいはい、出演させていただいて、イベント案内させてもらいました。まあ、最近今山崎さんから紹介いただいた御前崎パパイヤ農園ということで、うんうん、昨年からですね、うんうん、パパイヤの栽培を始めたんですね、うん、はい、はい、なるほど。まあ、ちょっと私もね別グループで、厚見さんとね、知り合って、はい、で前崎パパイヤ農園、まあ、その時にねいただいたチラシがね、はい、ベジパパイヤっていうのが、はいはい、ありまして、まあ、これはね、うん、ぜひちょっとねお前崎の名産にしようと、はい、アピールしていこうという部分をずっとちょっと思ってまして、で今回ね、はい、出ていただいたんですけれども、ベジパパイヤ、パパイヤ自体っていうのは本来フルーツなんですよね。そうですね、多分皆さん聞くと普通にフルーツですよねっていう質問が一番多いですね、はいはい、私もそう思ってました、はい、残念ながらフルーツではないんですよ。私が栽培しているのは、はいはいはい、ベジパパイヤ、ベジタブルパパイヤ、まあ通称はですね青パパイヤっていう名前で、うん、野菜として取られる植物というか、ものになります。はい、はい、こんな栽培してる風景っていうか、こんななり方してます。ジュリの見えますかね、皆さんね。見えるかな、青々と、はい、青い実がですねなるよっていうことで、これが青パパイヤのが実際にうちのハウスでなっている様子です、うんうん、へえ、はい。まあ、はい、どうぞ。ベジタブルパパイヤっていうことで青パパイヤなんですけども、2022年のスーパーフードトレンドランキングっていうやつで実は1位になってるんですね。はい、へえ、知らなかったです。はい、知る人ぞ知るというか、昨年ですね、そういったまあコロナの影響もあったりとかね、いろんな影響で、うん、まあ免疫力を高めていこうっていう中で、はい、その酵素がですね、この青パパイヤには非常に豊富に含まれている、熱を加えても壊れにくいっていうことで、はいはいはい、その酵素の力がやっぱり体の中に必要っていうことで、うんうん、で、我々が今思ってるのはその酵素って何がっていうと、タンパク質、脂質、それから糖質、その3つをですね分解してるくれる酵素がこの青パパイヤ、ベジパパイヤにはですね含まれているので、ということで料理とかにも向くねっていうことで、タイ料理だと結構これをソムタムに、まあ野菜サラダですね、そういったもので使われますけども、
自分たちはもうちょっとこう幅広くですね、いろんなあの料理に使えるんじゃないかっていうことで今してます。なるほど、はい、まあ特徴は味がないっていうところですねまあまあでもそれはね、味付けの違いがあるというか、うん、そうですね、だから何にでも合わせられるよっていう、うん、ああなるほど、ね、僕みたいなあの先ほどのね、中村さんの番組から続いてこうね、人参からパパイヤと、あの健康ドカーンに続くね、あの今回ね健康にあの特化したものなんですけども、はい、お前崎でねでもそういうものが栽培されてるっていうのも知らなかったですし、はい、あの静岡県下では結構やられてる方いるんですか。県下で僕に教えてくれた静岡のですね、はい、内巻のパパイヤ農園さんっていうのがですね、うん、私の師匠というかいろんなねことを教えてくれてる方になります、うん、はい、そのおしまあ、きっかけもそうですけども、うん、イベントとかもやっぱりそういうのは頻繁にあるんですかね。ですね、実はこのパパイヤを知ったのも1年2年前ですね、はいはい、そこのイベント藤枝の方のイベントだったんですけども、はい、そこに出店した時に僕のブースの隣で、僕はハトムギ茶を売りに行ってたんですけど、うんうん、隣で青いウリみたいなやつ売ってるんだけどこの人は何売ってるんだろうと思って隣だったんでずっといろんなね、うん、情報を得て、まあ、そのお肉が柔らかくなるとか、うん、そういったことをですね、うん、お聞きした中でこの酵素っていうのが人間の体にとっていいし、やっぱ健康のためにも食べていったらどうですかっていうことでね、はい、なるほどね、しました、はい、じゃあ実際その栽培をされて、これから厚見さんもイベントとかこうやられていくんですかね。そうですね、今後はイベントに結構たくさん出店を計画してます。はい、てますか、はい、さっき言ったんでまあパパイヤって酵素の王様っていうね、呼ばれ方してます。でさっき言ったんで、そのとこですね、はい、で今うちはですね、まあ、産地直送であったりとか、うん、オーナー制度を使いながら、まあ、パパイヤの、宣伝活動を中心にしてます、うんうんうん、オーナー制度、はい、はい、実はですね、まあ、オーナー制度って、一本一本の木が、例えば山崎さんの木っていうのが、まあ、オーナー制度かなっていうふうに思われがちなんですけども、はい、そのオーナーさんになる権利っていうのをですね、うちのお前崎パパイヤ農園では15個、うん、まあ一応10個から15個なんですけども、15個を、あなたのパパイヤですっていう形にしてます。なんで一本一本の木でなきしてるかっていうと、はい、やっぱりまだね本当にあの安定してないので、うん、例えばあのオスのパパイヤの木っていうのがあるんですけど、はい、それはほとんど実がならないんですよね。へえ、これ山崎さんの木ですよって言った時に山崎さん拗ねちゃうんで、そうですね、そうですね、身がもらえないんじゃ俺はお金出してももらえないじゃないかって話になるんで、みんな平等に参加者さんたちに一応、参加していただける方の人数分だけの本数は植えますので、うんうん、その中で1人15個っていうところをですね、やらせてもらって、昨年20人ぐらい、はい、で今年は50人を目標に、ですので50本の苗木を植える、まあ、もう70本ぐらい売るんですけども、うん、一応そんな形をですね今計画をしています。さすがにね、あの投資じゃないですけど、お金を払って自分のものがねならないっつったら大変ですからね、うん、そうだから、中にはねそのさっき言ったオスの木とか、うんうん、そういったものがあるし、やっぱならない木もちょっとなるのが5個ぐらいしかならなかったりってね、うーん、まあ当たり外れというものがありますので、はい、それがやっぱりね平等にっていうことでしてますので、一応15個をベースに一口、うん、まあ、パパイヤだけの場合が、まあ、15個で1万円で、9月10月11月に5個ずつ送るっていうね、うんうん、で近所っていうか、まあ、例えば藤枝とか焼津とか、はい、まあ、とちょっと遠くても静岡の方は、
うちの農場に収穫に来ます、はい、うん、で1回に5個取りに来るのも OK っていう、はいはい、いちご狩りとかじゃないですけど、うん、パパイヤ狩りとか、ね、そんな形で取りに来てもらって、まあもうね、自分のものですから、そうですね、それをね、うん、実際に、うん、刈り取るっていう、ね、そうですね、うん、なんでその方の木というふうには指定してないので、うんうん、まあ畑全体の中から好きなやつをちょっと5個その日に来て、その日に取っていった人の優先っていう形を取らせてもらってます。で早いもん勝ちでこうこれがいいなっていうのは、まあ早いもん勝ちというか、はい、そうですね、その時にちょうど今の自分が気に入ったやつですね。あ、なるほど、うん、で遠方の方には、送り届けをしますので、うん、最近では、まあ、オンライン Zoom を使って、どの玉が欲しいですかっていうのをやったりですね、まあ、スマートフォン持ってって、うん、例えばここになってるやつって言ってこう写した時にこれがいいですかとかって言って、それとか僕が取ってきてこれ取ったどうって言って、はいはい、お見せしてこれでいいですかって言って OK って言ったらそれを箱に詰めて送りますっていう。今そういう時代なんですね。まあね、このコロナっていうのが、うんうんうん、一つのきっかけで、そういった、まあ、活動といいますか、うんうん、なんでうちのオーナーさん一番遠くの方は福岡県、へ、はい、まあオンラインでつながった方ですね。はい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 、で東京の方もいますし、うん、まあ、名古屋とか、うん、そういったところの方、まあ今年北海道にも送ったりね、オーナーさんにはならなかったんですけども、うんうん、やっぱ人のつながりでこう北海道の方がベジパパイ欲しいって言っていただいたんで、うんうんうん、っていう形をね、うん、じゃあもうなんていうんですか、刈り取った後に、うん、何日か経っちゃうとダメになっちゃうというものでもなくて、はい、全国に配送がもう可能だと。そうですね、うんうん、ただ沖縄だけは多分地元いっぱいになってるんで、うん、あでしょうね、送ってくれっていう人はないと思うんですけども、沖縄だとちょっとさすがにですね送料に負けてしまうので、うん、あ、なるほど、うん、正直送りたくなっちゃうないなっていうのがね ありますけど、一応全国一律同じ値段で15個を送るという約束をしてますんで、はい、福岡の方も静岡の方も同じ値段で送料込みで受付中ですね。はい、いやぜひこのねパパイヤが御前崎発信で、はい、全国にじゅじゅ、はい、御前崎から焼津 TV を経由して全国にというね、はい、輪をね広げてってもらえたらなとは思いますけど、はい、もう一つそのオーナー制度の中に、はいはい、パパイヤってほぼ12月までぐらい、ハウスの中でも12月までを収穫のお尻にしてるんですけども、うん、はいはいはい、じゃあ1月から次の年の8月までどうすればいいのっていうために、じゃじゃん、お、パパイヤのピクルスを作ってます。へ、現物です。あ、これちょっと、はい、すごいおしゃれな感じですね、はい、まあ、ピクルスの専門店ですね、そちらで今、委託して作っていただいてます。でこのピクルスですね、まあ、健康とかねダイエットにいいよっていうことが言われてます。でこの味付けがですね、御前崎パパイヤ農園では5種類、はい、イタリアンはバジルが入ったイタリア風の味付けで、もう一つ和風ですけども生姜とわかめを入れた、わかめですね、昆布ですね、昆布を入れた、形の、まあ、生姜風味の和風、うん、それから中華風がですね、ごま油、中華風の紹興酒を少し入れた、まあ、紹興酒の味とかほとんどないんですけども、そういった中華風の味付けが2種類、真ん中にドーンってあるのがですね、カレー味のピクルス、まあまああんまり聞いたことないかもしれないんですけども、結構ですねカレー味のピクルスっていうのは面白い味をしてまして、カレーの付け合わせとかにも生かされてるというね、ものになります。へ、
これはあのオーナー制度のですね、A タイプ、B タイプ、はい、A タイプはこのピクルスが5種類を2本ずつお渡しするので10本、はい、もこれもですね一緒に送るということで、そちらのタイプは2万円、先ほどのパパイヤだけの、あ、パパイヤが15個とピクルスですね、うんうん、でパパイヤだけの場合は15個で1万円っていう、うん、そういった送料込みで今やってますので、なるほど、ぜひ興味のある方ご連絡お待ちしてます。もう一回見せてもらおうかな。すごい、ちょっとねキッチンに置いておいてもおしゃれかな。そうですね中身はさらに健康にいいという、はい、中身はですね、青パパイヤ、ベジパパイヤと、うん、ズッキーニと、うんうんうん、パプリカの3つのですね野菜が入ったピクルスになります、うんうん、はい、ぜひ皆さんお買い求めいただきたいと思いますけれどもはい、わかりました。いやこれ結構去年とかももう受注は、ね、去年っていうか今年からですね。あ、今年からなんですね。あ、去年ですね。年変わったんで去年ですね、はいはいはい、そこから作ってますので、うん、今イタリアンと和風は7月ぐらいまで残るようにということで、うん、最後の仕込みをしてあります。うん、なるほど。はい、そんなの実は、はいはい、葉っぱも商品にしようなんてね。あ、で葉っぱを舐めたり飲んだりしたんですけど苦くて罰ゲームだなっていう感じだったんでこれはなんとかしなきゃっていうことで、一応バスソルトですね、はい、お風呂の中に、まあ入れる、まあ、入浴剤としてですねバスソルトがありますので、はい、そちらもねちょっとここには写真ないですけども、その葉っぱからもやっぱりその酵素っていうの、葉っぱにもですね非常に酵素が豊富なんで、はい、まあ、将来的にはちょっと石鹸とかそういったものにもチャレンジしていこうかなって思ってます。よくお前崎だと、はい、幅ってあのわかめを乾燥させた、あれご飯にこうちょきちょき切ってこう、はいはい、ふりかけみたいにするんです、その葉っぱもやっぱりちょ細切れにしてこうご飯にかけると苦いですかね。まあね、多分ね苦いんで、ふりかけとかなんかにうまくこう取り入れられて、うん、体に入れられると酵素が入っていいかなっていうのは今ちょっとそこは研究中ですね。また新しい商品出たら全然やってみに。いやもう研究熱心なね、はい、あの厚見さんですから、もういろんな商品出てくると思うんでぜひね皆さん期待していただければと思うんですが。僕これ初めて見ました、はいはい、山崎さんには初めて紹介しましたそれも買えるんですか。はい、買います。うん、はい、あ、もう3人4人ご購入者、あ、ありがとうございますえ、次行っていいですか、次行っていいですか、はいはいはい、すいません、ちょっとイベントの情報をおつなぎしていいですかね。はい、ですね、この青パパイヤの、まあ、ピクルスを中心にですね青パパイヤの、方をですね、うん、今月の3月19日ですね、浜松フルーツパークの時のすみかさんで25周年アニバーサルイベントというのをですねやります。それに出展しますので、ぜひですねもし興味ある方は9時から3時までという時間帯ですけども、マルシェに出店をしておりますので、ぜひですね、ヤイズ TV 見たよって言ってくれたらちょっとおまけ入ると思います。ぜひお願いします。ダダーンいっぱいあってすいません。その翌日の3月20日、プレハウォーク浜北ですね、プレハデマルシェというですねイベントをやります。まあ、プレハウォークさんの、西側のですね噴水広場というところですね、そちらでですねこちらもマルシェをやりますので、ぜひお出かけください。ちょっとねここではいろんなですね企画もされてますので、ゲリラセールとかね、はい、そういったのも企画してます。はい、それでは次続けて、はい、はい、
もうイベント盛りだくさんですね、はい、その翌週の3月26日と27日ですね、これはあの藤枝の蓮華寺池公園の、うん、博物館前の広場ですね、そちらの方で行われます志田天神ひな街道ぶらり散歩マルシェっていうですね、ものをやります。ここではですね、おそらく今まで見たことのないその博物館の下にあるですね階段を全面に使った巨大アート、うんうん、何をっていうのはですね、その巨大アートの中ではこの志田地区でそのひな祭りっていうのが4月3日なんですよね、うん、はい、でそのなんでそうなったかっていうのをですね、そのアートにしたものをですね、全面的にドーンってあの階段のところに貼ろうということですね、今作っております、うん、はい、ということでしてますので、まあこれね、八重洲からは近くなんでぜひですね、見に来ていただければ、まあ出店者はいいね、はい、どんなものっていうことで、これが前回ですね、この下で3分の1ぐらい使った階段跡、こんな形でですね、これがもっとこの3倍ぐらいのですね広いスペース全部にですね、今階段が見えているところ全部をですねアートにして見せると、それが、ひな天神がなぜ4月に行われるようになったかというですね風習についてをですね PR しますので、ぜひですねお出かけいただけたらと思います。でもメッセージが医療従事者の皆さんね、あ、そうですね、前回の時は医療従事者の皆さんありがとうっていうですね、うん、今回はこのアートが、はいはい、平安時代からねつながってのこのひな人形のお祭りのことをですね PR しようということで、ちょっと見てていいか分かりませんが見せちゃいますまあまあ、はい、あの PR ですから、うん、そういったものを階段アートとしてですねやろうっていうことをしてます、はい、ありがとうございます。でもう一個だけすいません、その翌週の4月2日ですね、県営吉田公園でそちらにもマルシェの出店します。魚フェス、あ、桜フェス&魚のうろこというですねイベントがありまして、そちらの方にまあ私もですね出店をします。うん、ぜひですね、まあこの陽気が良くなってね暖かくなってきたんで、外でのマルシェがまあ3週間続きますけど、そちらの方に出ますんで、またぜひお声掛けください。すいません、はい、PR いや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 、でも この3週間連続のこのイベントで、はい、こういうもの、はい、こちらも販売とか、ね、このピクルスの販売をします。あ、こちらですね、はい、こちらのお買い求めいただけると、はい、健康ダイエット、ね、健康ドカーンいないじゃん、ね、主役が帰っちゃうんですよ、はい、あ、なるほど、まあ、あのハトムギと一緒にですね、パパイヤのピクルスをですね販売するということをですね、うん、主にしてます。へ、いや、うん、これぜひね、あの皆さん手に取って見てもらいたいです。すごいね、彩りも良くて、はい、で健康にもいいってことですか、はい、僕もちょっと、ね、酵素やっぱり取りたいですからね、うん、あのダイエットに非常にいいんですよね。うん、ねえ、こんなものを作っちゃって、いや、また次から次へといろんなね企画が一応されてますまあでも本当にあのちょっとね、健康なんかはすごいね皆さんあの注目されてますし、うん、あのこういうねあの、はい、新しいものでもやっぱりどんどん取り入れてって、ね、あの体ってね食で作られるっていうのをね、はい、僕もあのこの年で痛感してますんで、はい、ぜひね、まあ、こういうのをね、一回食してみれば、ね、定期的にね、はい、ご購入いただけるかなと思いますんで、はい、あと植え付けのイベントとかね、収穫のイベントも今年は企画してきますので、フェイスブックかインスタで、お前崎ですね、カタカナ、ローマ字のお前崎8818。お前ザキパパイヤっていう、あ、なるほど、検索していただければそちらにまたイベント情報バンバン上げますんで
お願いします。わかりました。もう僕こちらピクルスばっかりで気になってパパイヤのかりすいません。まあでもね、本当に今日厚見さんに来ていただいて、はい、この番組実はね、僕の婚活をアピールしていく番組なんですけれども、はい、これお前崎にもこういうね、チャレンジャーもいるし、はい、いい方がいっぱいいますよと、いいロケーションもあります、いい食べ物もありますというね、はい、アピールもやっぱり婚活につながっていくんじゃないかと。婚活で植え付け体験しちゃいますか。そうですね。あ、いいですね、うん、食育も兼ねてね、いいかなっていう勝手に思ってます。次回ね、ちょっとイベントまたもう1ページ増えるかもしれないですけど、わかりました。はい、いや本当に今日はね、厚見さん来ていただいてありがとうございます。いい、こちらこそありがとうございます。まあ、イベントね、私もあの時間あれば、はい、時間あればじゃないですね、ぜひ行きます。ぜひ参加させていただきます。はい、じゃあちょっとね、時間にもなってきましたんで、次の番組の紹介ですね。18時からロバさんの番組、食べこぼし掃除を楽に、机とエプロンがくっつく子供用食事エプロン、ゲスト株式会社帯屋子代表取締役の小沢淳さん、あ、はい、がお越しいただいてますんでね、ぜひこのまま八重洲TV、また次の番組もご覧ください。じゃあ今日は本当に厚見さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、こちらこそ、はい、ぜひ皆さんね、イベント参加してくださいね。はい、では今日はこの辺で終了いたします。ありがとうございました、はい。